エッフェル島、エッフェル島、エッフェル島は、フランスの首都パリの象徴的な名所となっている島で、ある。パリ7区、シャンド・マルス公園の北西に位置する。エッフェル島の名は、島の設計及び建設者であるギュスターブ・エッフェルに、由来する。19世紀後半、建築技術の進歩や新素材の開発。 産業革命による工業力の増加や総体としての富の増大によって、先進各国において相次いで高層建築が建設され、国家の威信をかけて高さ競争が繰り広げられていた。1647年から200年以上にわたって、世界で最も高い建築物は、フランスストラスブールのストラスブール大聖堂、高さ142メートルであったが、 1874年には、ドイツ帝国、ハンブルクの聖ニコライ教会が147メートルとなって、それにとって変わり、それ以降、この地位は数年ごとに交代を繰り返すようになった。1876年には、フランスルーアンのルーアン大聖堂が151メートル、1880年には、ドイツケルンのケルン大聖堂が完成して157メートルとなった。 ここまでの高さ競争はすべて教会の戦闘であったが、1884年にはアメリカのワシントン DC に高さ169メートルのワシントン記念塔が完成し、これが世界で最も高い建造物となっていた。しかしいずれの建造物も高さは140メートルから160メートル台に過ぎなかった。1889年のフランス革命100周年を記念して、 パリで第四回万国博覧会が開催されることが1884年に決定したものの、当初はそれほど目玉となるプランがあるわけではなかった。そうした中、橋梁建設、特に鉄橋において高い評価を得ていた建設会社、エッフェル社の技師であるモーリス・ケクラント・エミール・ヌーギエは1884年5月に、高さ300メートルの鉄の塔を建てて、万博のシンボルとする案を建てた。 この案に同じく社員であるステファン・ソーベストルが修正を加え、現在見られるエッフェル塔とほぼ同じ計画案を作成した。この案は社長であるギュスターブ・エッフェルの賛同と強力な支援を受け、各方面に売り込みが行われた。1886年、万博の目玉となる大建造物を選定するためのコンペティションが開かれると、エッフェルはソーベストル及びケクランと、 連名で計画案を提出した。1886年6月3日、コンペティション最優秀作品として委員会が選んだのは3案あり、フェルギナンデ・ユテルとジャンカミ・イー・ユル・ミジュの作品、美術館など、とエッフェル、ソーベストル、ケクラン・ラの設計図であった。エッフェル・らの案は満場一致で採択され、公表は1889年の 韓国博覧会用に建てられる塔は、決定的な特徴を持ち、金属産業の独創的傑作として、出現しなければならない。この目的に、十分かなうのは、エッフェル塔のみと思われるであった。建設候補地となったのは、セーヌ川を挟んだシャンドマルスとトロカデロの二つの地区で、あったが、トロカデロは地下に空洞があったために地盤が不安視され、シャンドマルスへの建設が決まった。 7月には仮契約が締結され、1889年3月31日を後期の期限とすること、20年後の1909年には、党をパリ市に引き渡すこと、及び後期中に政府からの補助金150万フランが交付されることとなったが、これは予想される総工費650万フランの4分の1以下に過ぎず、残りは、 エッフェル自身の金策によって調達されることとった。1887年1月8日には本契約が締結された。エッフェル島の入場料は長期契約により1909年まではエッフェル自身の収入となり、これによってエッフェル島の建設費を返済していくこととなった。彼はその後エッフェル島を管理するための新会社を設立し、 資本金の半分を自ら拠出した。1887年1月28日に非公式が行われ、エッフェル塔建設が開始された。まず基礎工事が開始され、戦艦工法によって6月11日には基礎が完成した。ついで4本の足から塔本体の建設が始まり、1888年3月には1階の 天貌台が完成して4本の足がつながった。同年8月14日には2回天望台が完成し、1889年2月24日には3回天望台の工事が着工。1889年3月30日には竣工した。3月31日にはピエール・ティラール首相らを招いて竣工式が行われた。 建設は万博に間に合わせるため2年2ヶ月という驚異的な早さで完成した。またエフフェルは熟練作業員による少数精鋭主義を取るともに工事中の安全対策には特に意を払い、その結果工事期間中の死者は1人にとどまった。総工費は650万フランであった。あまりに奇抜な外見のため、建設当時は賛否両論に分かれた。 1887年2月には建設反対派の芸術家たちが連名で陳情書を提出している。反対派の文学者ギド・モーパスさんはエッフェル塔1階のレストランによく通ったが、その理由としてここがパリの中で忌々しいエッフェル塔を見なくて済む唯一の場所だからとことている。ここからエッフェル塔の嫌いな奴はエッフェル塔に行けということわざも生まれた。 1889年5月6日に開幕したパリ万博においてエッフェル島は目玉となりパリのみならず世界中から観光客が押し寄せたただし開幕時には未だエレベーターが完成しておらずエッフェルがエレベーターなしでの一般公開に反対したこともあって観光客の入場はできなかったエレベーター自体は5月15日に完成したものの テストが必要なためまだしばらく商業運行は不可能だった。しかし来場者や市民からの不満の声が高まったため、同日エッフェルは等の一般公開に踏み切り、観光客は階段で展望台へと向かった。エレベーター運行までの9日間にエッフェル島に入場し、1710段の階段を登った入場客の数は約3万人に上った。 エレベーターは5月26日に運行を開始した。エレベーター料金は1階までが2フラン、2階までが3フラン、最上階までが5フラン、日曜日は半額となっていた。展望台の上にある塔の最上階には、来客用のサロンを備えた FL の小さな支出が設けられた。この支出は現在では一般公開されており、当時の内装がそのまま保存され、 またエッフェル及び著名なゲストたちのマネキンが展示されている。支室の隣には様々な実験を行うための研究室も設けられた。この研究室においては気象観測や空気抵抗の実験などが行われていた。万博の回期中には2階にフィガロ紙の編集室と印刷機が設けられ、毎日ルフィグローで LA ツアー、フィガロエッフェル当番を発行していた。 会期中にエッフェル島を訪れた著名人としては、イギリスの皇太子であるエドワード王子や大女優サラベルナール、バッファロービル、彼のワイルドウェスト賞は博覧会の目の一つだったトーマス・エジソンなどがいた。エッフェルはエジソンを搭載上階の資質に招き、エジソンは彼の発明した蓄音機をエッフェルへと送った。これは、この博覧会における ハイライトの一つだった。塔の一階には、フランス料理、フランドル料理、ロシア料理の三軒のレストラン及び、アングロアメリカンバーが設けられていた。エッフェル塔は大盛況となり、11月8日の博覧会終了までの入場者数は189万6987人、1889年の入場者数は200万人を記録した。万博終了後、 エッフェル島の来訪者は減少していったが、なおも年間20万から10万人台の入場者数は保っていた。1900年に再びパリで万国博覧会が開催されることが決定すると、エッフェル島は再び万博のパビリオンとして多くの観光客を集めたが、その後は入場者数は低迷を続けた。こうしたことから、島の権利が パリ市に移る1909年には解体されることが確実視されていた。しかし1904年、フランス軍で通信を担当していたギュスターブ・フェリエが軍事用の無線電波をエッフェル塔で送受信することを提案し、そのため国防上重要な建築物ということで取り壊しを免れることとなった。この電波塔としての役割は非常に重要なもので、現代に至るまで、 エッフェル島の主目的の一つとなっている。第一次世界大戦が始まると、エッフェル島の入場は1915年から1919 19年まで中止された。大戦中には、島からジャミングを出して、ドイツ帝国軍を悩ませた。1919年に大戦が終わると、入場は再開され、1921年には、エッフェル島からラジオ放送が開始された。 1925年にはシトロエンがエッフェル島に巨大な照明看板を出し、1936年までの11年間、この広告は続いた。1930年にはアメリカのニューヨークでクライスラービルディングが完成し、エッフェル島は世界一高い建造物の地位を失った。第二次世界大戦が始まり、1940年にパリが ナチスドイツによって占領されると、エッフェル島も閉鎖された。1944年に、パリが解放された後、島は再び入場を再開した。2002年11月28日には、エッフェル島の通算入場者数が2億人に達した。2011年12月に、日刊市フィガロで、建築家グループが、期間限定で島を樹木で覆う緑化計画を、 建てていると報道された。ただし、パリシア等運営会社は否定している。エッフェル塔は、構成ではなく、鋼よりも炭素含有量が少なく、強度の低い連鉄でできている。エッフェル塔本体の連鉄の重さは7300トンで、これにエレベーター、店舗、アンテナを加えた、総重量約1100トンとなっている。展望台は簡単な柵あるいは、 金網が設置されているだけの吹きさらしである。展望台は三つあり、高さは、第一展望台が57.6メートル、第二展望台が115.7メートル、最も高い第三展望台が276.1メートルである。第二展望台までは、階段でも登ることが可能。水圧エレベーターなど、当時の基本構造は、今でも、現役で稼働している。 塔の支点の下には水平に保つためのジャッキがある。建設当時の高さは312.3メートル、旗部を含むで、1930年にニューヨークにクライスラービルディングが完成するまでは世界一高い建造物だった。現在は放送用アンテナが設置されたため、324メートルとなっている。エッフェル塔は電鉄で作られているため、 大錆のためにも塗装は欠かせない。塗装の色はかつては赤褐色だったが、1968年の塗り替えの際にエッフェルブラウンと呼ばれている現在のブロンズ色と変更された。ただし、これは一色ではなく、パリの風景に溶け込みやすいように三つの色調が使い分けられており、塔の下部はより暗い色調、明度の低い色、塔の先端部はより明るい色調。 明度の高い色に塗り分けられている。これらの塗料の総重量は50トンにも達し、7年ごとの塗り替え作業には40万人児の工数を要する。現在ではパリを代表するシンボルとなっている。1991年、この塔を含むパリのセーヌ川周辺は世界遺産として登録された。1889年の完成から2006年までに、 2億人以上の観光客がエッフェル島を訪れた。この数字は2006年に島を訪れた671万9200人を含んでいる。この数字はさらに増大しており、2017年9月には通算大乗車数が3億人を突破して記念展が開催された。エッフェル島は世界で最も多くの人が訪れた有料建造物である。 一日平均で2万5千人が、塔に登るため、入場待ちの行列が長くなる場合がある。エッフェル塔内部には1階の、ル58ツアーエッフェルと、2階の、ジュールベルヌの2軒のレストランが開業している。ジュールベルヌは、スターシェフとして知られるアラン・デュカスの店、2007年に開業し、専用のエレベーターを持ち、ミシュランガイドでも一つ星を獲得している。 エッフェル島の最寄り駅は、地下鉄、メトロ利用の場合は6号線、ビラケム駅、ビアハーキン、または8号線のエコールミリテール駅となる。ラー、郊外地下鉄利用の場合は、シーシャンド、マルスイコールトゥール、エッフェル駅、チャンプスデマースツアーエッフェルで下車する。バスの場合は42、69、82、87番を利用する。 エッフェル塔のバルコニーの下には、エッフェル自身が選んだ72人の偉大なフランスの科学者のリストが、各面18人ずつ刻まれている。エッフェル塔に名前を刻まれた72人のフランスの科学者の一覧を参照のこと。と先に述べた通り、エッフェル塔は建設当時その奇抜な外観から批判を受けた。特に芸術家からの批判が多く。 1887年2月14日のルタン、ルタン紙には芸術家たちの抗議声明が掲載された。著名な署名者にはエルネスト・メソニエ、画家、ウィリアム・ブーグロー、画家、シャルル・グノー、作曲家、シャルル・ガルニエ、建築家、アレクサンドル・デュー・マフィス、作家、ル・コント・ドリール、作家、ギード・モーパッサン、作家らがいる。以下はその文書の一部である。 これに対し、ギュスターブ・エッフェルは、これから建設される、エッフェル塔を芸術的な観点と、実利的な有用性の側面から同志にて、反論している。以下はその文書の一部である。また、塔の有用性に関しては、以下のように述べている。エッフェル塔の建設は世界に、大きな衝撃を与えた。それまで、 世界最高だったワシントン記念塔の高さ169メートルの2倍近くにも、なる巨塔の建設によって高さ競争は人生化し、囲碁巨大建造物の高さ競争は、教会や高層ビルなど、エッフェル塔を除いた各部門別によって、争われるようになった。1930年に、ニューヨークにクライスラービルディングが完成するまでの41年間、わたって、エッフェル塔は、 世界最高の建築物であり続けた。また、エッフェル塔によって実現された鉄骨による塔というコンセプトも広がり、世界各地にエッフェル塔のレプリカや影響を受けた塔が設置されるようになった。エッフェル塔は電波塔としても使用され、周波数は以下のようになっている。1957年にテレビアンテナが初めて塔に、 設置され、エッフェル塔は18.7メートル高くなった。2000年に実施された追加工事によって塔はさらに5.3メートル高くなり、現在の高さは324メートルとなっている。エッフェル塔からのアナログテレビ信号は2011年3月8日に停破した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。